糸なし糸電話。ママ電話だよ。はい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 。待ってくれ。どうしたの？あのね。この前もあそこ行ったのよ。そしたらね、バーゲンなの。まあ今まであんなことってなかったわよ。すんごい混んでるの。もう前も見えないのよね。でもせっかく行ったんでしょうか。あるのもなんでしょう。だから私ね、押し分け大変な騒ぎ。まあ、あなたも行ったの。ほんとママの電話長いからね。ほら、ママが電話中、そりゃ長いや。うん。やれやれ。そろそろ終わったかな？近いうちにぜひご一緒させてください。いやー、この頃スイングが良くなってよく飛ぶようになりましてね。パパ、ひどいよ。僕の番なのに、ママの次は僕が電話かけようと思ってたのに。何を言ってるんだ、のび太。大事な仕事の話をしてるんだ。あっち行ってなさい。ああ、すみません、それで何時にしましょうか。はあ、それなら。今度はパパが使ってるんだ。僕の番なのに。よし、こうなったら静香ちゃんのところ行ってくる。あ、ねえ、ちょっと待って。これを持って行ったら、糸なし糸電話。糸なしって糸のない糸電話？やだな、それじゃ聞こえないじゃないか。僕がそんなもの出しますかってんだ。え？それを持って階段の下に行って、そしてボタンを押すんだ。はい、ドラえもんです。あ、聞こえる聞こえる。そうか、これを静香ちゃんのところに置いておけば、いつでも話ができるってわけか。そういうこと。ありがとう、ドラえもん。早速置いてくるね。僕と静香ちゃんだけの電話だ。あの面白い話聞かせてあげようっと。伸びた。なんだ、面白い話って。お、そいつで聞けんのか、面白い話。聞かせろよ、のび太。違うよ。いいから聞かせろっつんだよ。聞かせろ、のび太のくせに。分かったよ。うん。あの、ねえ。うん。わーい。ジャイアン。まったくしつこいんだから。さあ、静香ちゃん家に急がった。面白い話があるんだ。へえ、どんなどんな。それは
流してあげる。これ電話なの？うん。じゃあ帰ってから電話するからね。誰？一体どんな話かしら。楽しみだわ。ダン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 ダラッタッタン。とうとう僕と静香ちゃんの2人だけの電話が生まれたわけだ。ああ幸せだな僕。さ早く帰って電話しなくちゃ。じゃあいいよ。あん。何やろ。どんな話かしら。楽しみだわ。待ち伏せしてるとはな。遠回りして帰ろう。じゃーん。こっちにもいた。こうなったらうーんと遠回りして帰ろう。どんな話かしら。楽しみだわ。またジャイアンが待ち伏せしてる。どうしたんだろう。やっと帰れた。もう待ってないわ。のび太くんどこ行ってたの。それがそんなことより静香ちゃんに電話しなくちゃ。ねえねえ、僕にも聞かせて。あれ、出ないな。待ちくたびれて部屋を出たんじゃないの。え、もしそうならどうしよう。大丈夫。この電話は呼び出しの音が相手に聞こえるまでどんどん大きくなる。聞いてないんだもの。静香ちゃん、ちょっと待っててね。今思い出すからね。困るわよのび太さん。早く思い出して。あれだったっけな。それともあれかな。のび太くん早く。分かってるよ。今思い出した。
声出してるところだよ。のび太さん早くしてよ。ごめん今思い出すから。ドラえもんお願い、なんか思い出せる道具ないってよ。そんなのないよ。お願いだいってよ。のび太さん、いい加減に早く思い出してよ。あたし怒るわよ。どうしようドラえもん、しずかちゃん怒ってる。もう少しで思い出すからしずかちゃん許して。なんとか言ってよ。のび太さんったら嫌い。しずかちゃんに嫌われちゃった。面白い話聞かせろ。